かまとまわれさぬきの高橋拓也です。同じくかまとまわれさぬきの遠藤源一です。今日は10月28日より初期トークンを発売したかまたまトークンについて勉強したいと思います。トークンと言われてもピンとこない方々のためにも僕たちと一緒に理解を深めましょう。よろしくお願いします。じゃあ今回は講師としてフィナンシェの島津しほりさんにお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。早速ですがトークンとは教えてほしいんですけど、よろしくお願いします。はい、じゃあちょっとスライド共有させていただきます。まずトークンについてってところで、今回フィナンシェというプラットフォームでかまたまトークンというものを発行してくださったかと思うんですけれども、こちらの説明をしていきたいと思います。まずはざっくりトークンって何かっていうところで、トークンとはプロジェクトの応援を表すデジタルアイテムのことです。で、フィナンシェ内でご購入いただいたら配布されるというものになっております。トークンを保有することで保有数に応じた投票企画とか、あとは抽選企画、あとは限定フィードなどに参加することができます。また、コミュニティ内でトークンをギフトし合えたり、プレゼントし合えたり、トークン販売が終わった後の二次流通というものがあるんですけれども、そこのマーケットで売買することもできます。はい、ざっくりとトークンとは、概要は、はい、説明は以上となります。トークンを持つことでどのようなメリットがありますか？限定イベントなどの参加をすることができます。あとはトークン数に応じて抽選の当選確率、先ほどお話しした抽選企画ってところの、当選確率が上がったりします。でコミュニティが盛り上がるとトークンの単価が上がる可能性があるので、保有しておくと、金銭的メリットがあるかもしれません。で、また、かまたまわれさぬきさんの場合は、3万ポイント分以上のトークンを保有していると初期トークン販売が終了した後に限定フィードというものに入ることができます。こちらがメリットと言われるところかと思います。限定フィードって何でしょうか？フィードは、オーナー様の、発信型の投稿機能になっていて、で、全員が参加できたりトークン保有者のみで参加できたりっていうものがあるんですけれども、そのうちの、限定フィードっていうものはトークン保有者だけが参加できたり、3万ポイント分以上のトークン持ってないと入れないみたいな感じで、ある程度トークン持ってる人だけが入れる、ちょっとゴールドラウンジみたいな扱いをするようなフィードを作ることができます。で、限定フィードの中で、じゃあ、具体的にどんなことをしているのかっていうと、ちょっとこちらの画像というかスライドの内容になるんですけれども、中身はシークレットなのでトークン持ってる人しか見れないので出すことはできないんですけれども、こんな感じで一番左のスクリーンショットですね、鍵がかかってあるかまたまゴールドラウンジっていうのがあると思うんですけれども、これがトークンを持ってないと今入れないっていう状態になっているので鍵がついてます。でトークンを持ってると中に入れるので鍵が外れます。で実際にじゃあ具体的にその中でどんなお話してるのっていうのはちょっと入ってみないとわからないっていうプレミア感があるので、ここではちょっと内緒にしておこうと思うんですけれども、みんなが見れる、皆さんがトークン持ってなくても見れる投稿もありまして、かまたまわれからのお知らせっていうところのフィードが投稿があるんですけれども、こちらはオープンになっている情報になります。フィードの投稿から先ほどお話しした投票企画みたいなものをやってますよっていう告知が入ったりとかするので、この今まさに絶賛投票企画中なんですけれども、さぬきプレイヤーズヒストリーに出る選手を決めようっていう投票企画をサポーターの皆さんにと行っているので、はい、こういうものにも参加することができます。ファンクラブとかクラウドファウンディングとかっていうのもあると思うんですけど、はい、それとトークンの違いっていうのは何でしょう？
フィナンシェ、あとよくあのファンクラブとかとどう違うのっていうご質問はいただくんですけれども、フィナンシェは、ブロックチェーンを活用した新世代クラウドファンディング 2.0 として、まあ、既存のクラウドファンディングと差別化したサービスとしてさまざまなプロジェクトを応援しております。で詳細については、フィナンシェのノートノートっていうあのサービスがあるんですけれども、そのノートの記事にあの書いておりますので、よかったら探して読んでみていただければと思うんですが、ひとまずちょっとここでもご説明させていただきたいと思います。まずファンクラブの場合は基本的にサブスクモデルみたいな感じ、サブスクってあの聞いたことあるかなとはどうだろうと思うんですけど、あの、まあ、月額課金とかみたいな感じで、月いくらみたいな感じで お金を払って、でコミュニティ側からファンの方々に対して、まあ、発信をするみたいな、でファンの方々が受け取るみたいな感じの、割とこう例えばアイドルさんがファンの人たちに何か伝えたい時に発信するって発信型 あのモデルかなっていうのは思ってるんですけれども、そちらがメインの体験かなと思ってるんですが、とフィナンシェもあの発信型の機能ももちろんあるんですけれども、トークンを活用することで、オーナーさんまとコミュニティメンバーの方々が一緒に体験できる、一緒に参加できる体験っていうものが、あの継続的にフィナンシェでは行うことができます。実はトークルームっていうものもありまして、あのファンの方々とかコミュニティメンバーの方々があのチャットみたいな機能であのこうお話しできたりとかするんですけれども、そういった機能もあります。クラウドファンディングに関して言うと、クラウドファンディングと比較すると、まあ、短期的なプロジェクトではなくて、大きなロードマップをフィナンシェの場合は想定して、目標に向けたなんか紆余曲折あるストーリーみたいなものを、なんかオーナーさんとコミュニティメンバーの皆さんが共に歩むっていうことができるようになっています。ここにあのスライドの中に新しい応援の形とあるんですけれども、こんな図でも表現してるんですが、あの双方向のやり取りができるのがトークンコミュニティのいいところだよみたいな話が、はい、あります。そこであの初期トークン販売をしてくださってると思うんですけれども、そちらがまず最初の初めの一歩になります。で一回やってみて、二次流通っていうものが二次流通マーケットで売買が始まって、あの人気があるとトークンの在庫がなくなっていくんですね。あの買われあのコミュニティ あのトークンが減っていく、それだけ需要があるので、そうするとあの、まあ、要するにコミュニティも盛り上がってるって言えるので、追加でさらにもあの次のネクストアクションとしてあのファンディングをまた行うっていうのを繰り返し行うことができるんですね。はい、なのであの、まあ、追加ファンディングの時にあの、まあ、よくあるのが、社会ファンディングの時に志してたことっていうものをいろいろ試してみたんだけど、追加ファンディングの時にこういう方向性でまたあの、みんなでやってみようみたいな感じで改善してあのまたブランディングしていくみたいな感じのことを、紆余曲折をあのファンの方々と一緒にこう話しながら進めていけるってところが、あの具体的にいいところかなと思っています。最初に3万ポイント買ったらゴールドラウンジに入れるじゃないですか。それはその初回に入れたらもう半永久的にずっとその会員にで居続けられるんですか？はい、そうですね。あの厳密にはあの会員って言い方はしてないんですけれども、あのそのゴールドラウンジに入れる権利があるみたいな形ですね。はい、でまあ基本的にはクラブさんがそのラウンジに入れるトークン保有数っていうものをこう買えない限り持ってさえいれば入れる。逆に二次流通の時に売ってしまってトークン数が減ってしまったら入れなくなるみたいな感じです。そのトークンを購入する方法はどんな感じですか？そうですね、ちょっとじゃあ実際にアプリの画面をちょっと共有させていただこうかなと思うので、ちょっと切り替えます。ありがとうございます。今実際に蒲田周りさぬきさんのファンディングページが今このようにあります。 iPhone とあと Android のアプリからあの購入することができて、
ウェブの方からは今あの購入できない形となっているので、あのアプリを検索していただいてダウンロードしていただいて、かまたまわりさぬきさんっていうコミュニティを発見してもらって検索のところで、でマーケットに行っていただいて、こうああなるほどこういう思いがあるんだなっていうのをこう見ていただいて、あいいなって思ったら、あのここの販売メニューの方を見ていただいて、コースを好きなコースをちょっと、まあ、まずは最初だからお試しで一番最初のやつ買ってみようかな、いやもう大好きだから、あちょっとグループって知ってるとか、あなんかすごいな、こう腸内フローラとかすごいなみたいな感じで、選手となんか近い感じだなこのメニューとか、こんな紙見ていただいて、でさらにこうさらこの一番目玉ではあるんですけど、こちらのジーンズの方をあの販売してるので、あいいなとか思っていただいたらぜひご購入いただくみたいな感じで、こうメニューがいくつかあるので好きなものを選んで、あの一口とか言って入れてもらって、あの購入進むボタンを押してもらって、あの購入いただくという形になっていて、ここから先 の, あの決済の一応方法も説明しておく と,、クレジットカードとコンビニ決済、銀行、引き落としが可能になりますので、まあ、そちらから、まあ決済できる方法を選んでいただいてご購入いただくという形になっています。